じゃあ、はい、注目カード阪神巨人戦をですね、まあ、ちょっといち早くお届けしたいということで、まあ動画を撮りますね。よろしくお願いします。まあ昨日の一戦から明けて、まあ今日9月23日に舞台は甲子園で、直接対決がもう最後ということ、それと伝統の一戦が最終戦を迎えるという、このカード、まあどうなったかというと、まあ1対0ということで、巨人が雪辱を果たすわけですけども、緊迫感があるというか緊張感があるというか、まあ素晴らしい試合でした。今日看板やちいちゃんはですね、ちょっと今のところいないんですけども、まあちょっと振り返っていきたいと思います。まあ昨日からのスタメンをですね、すごくまあ変えてきた。5番に大城を入れ、モンテスを6番、キャッチャー岸田で、8番に門脇と、ピッチャーグリフィンということで、タイガースの方は、6番に井上を入れてきたというだけで、あとは変わりません。で、昨日2安打した長野、高橋遥人に使ってくるかなと思ったら、使ってきませんでした。まあここら辺がね、まあ、疲れもあるのかなっていうような感じもしますけども、さあ、グリフィン対高橋遥人、1回三者凡退で、高橋遥人は本当にですね、落ち着いてる。こういう大事な一戦なのかなっていう、もうすごいなんかこう落ち着きをこう感じるんだけども、なんかこう制球もいいし、とにかく追い込むのが早い。今日全体的なピッチングで言えば、ほとんど3球で追い込むというような形の投球ができてた。で、6回3分の0、87球、5安打6三振無四球1失点ということでね、素晴らしい投球なんです。だけど勝敗は負けたということでね。で、1回裏グリフィン立ち上がり中4日の影響か、まあ近本にいきなり初球をレフト前、中野が送って、グリフィンに割とこう強かった森下なんだけども、セカンドゴロで、大山がフォアボール、サトテルが、三振という、まあ初回だったんだけども、昨日の勢いというか勝った勢いがこうタイガースにはあるのかなっていうふうにはこう立ち上がり見てました。で、やっぱりこういいピッチャーっていうのは立ち上がりに捉えるっていうことが、まあ、定石で、これ乗せていくとなかなか点が取れなくなってくるというね、まあ、そういうことも言えるし、で、2回は高橋遥人もはまた三者、凡退で、2回梅ちゃんがワンアウトからライト前ヒットで、木浪が倒れ、高橋遥人ショート内安打、ツーアウト1、2塁になってバッター近本、まあ1打席目にヒット打ってるんでどうかなと思ったんですけども、まあこれも打ち取られるという、なんか昨日と逆だなっていうような、なんか雰囲気が漂ってきた。で、3回、3回表、門脇がワンアウトからセンター前ヒット、グリフィンがうまいバントで送り、バッター丸、低めのフォークボールかな、まあ空振り三振ということで、手にはならずという。で、3回裏、中野デッドボール、あれカーブがちょっと抜けたぞっていうような感じがあって、で、バッター森下の時もストライクボールがすごくはっきりしてたんだよね。いや、それで、どうかなと思ったら4球目のスライダー、高めのボール球のスライダーを振っちゃうんだよね。これで平行カウントになる、2エンド2から2エンド2にね。で、フルカウントまで行ってラインエンドヒットで中野がスタート、森下がピッチャーゴロだったんだけど、ゲッツーは免れてワンアウトランナーセカンドに行った。で、大山、やっぱこうなんていうのかな、グリフィンもこう抜いて抜いてピュッとまっすぐ来るんだよね。まあこの大山の打席も抜かれて抜かれてインサイド来て、それでショートゴロ詰まった。で、サトテル、サトテルがね、これ今日グリフィンに対してまっすぐ振りに行ってないのね。やっぱり自分には変化球、まあデータ的にもそうかもわからないけども、
まっすぐ甘いところに来てるんだけども高めの振りに行かない、やっぱ変化球待ちなんだなっていうのがすぐ分かったんだけども、で結局まっすぐまっすぐで追い込まれて変化球で三振してるわけで、まあ、バッターの心理からするとまっすぐまっすぐって来られるとまた変化球をボール見せられて、あ、またまっすぐで来られるかなっていう迷いが生じた打席を作っちゃったのね、1打席目2打席目と。で2打席目もチャンスだったんだけども、まあ、ここで、スライダーを追っかけて、まあ、三振をするという、まあ、ここら辺はねやっぱ岸田がすごく、佐藤輝明を抑える配球とすれば抜群の配球だったかなっていうふうには思います。まあ見事だったね。で4回、これね結構目まぐるしく動くんだけど、4回、先頭バッター浅野ライト前ヒット、まあ大したもんだね。吉川どうするかなと思ったらここで送りバント、ああここで送るんやと思って、昨日は強行に行ってフォアボールを取った、ここはやっぱりこう高橋遥人の出来を見るとやっぱそうそうは打てないだろうという、また左バッターがすごく苦しんでたんで、まあ、ここを送りに来た。でポンポンとツーストライク追い込まれた、バント失敗して、でスリーバントやるかなと思ったら俺は打たすと思ったんだけど、阿部監督は迷いなく送らせて、まあ、スリーバント失敗で、まあ、記録上三振にはなるんだけど、まあ、ここら辺で俺は打たすかなと思ったんだけども、やっぱ阿部監督っていうのはこれをやるって言ったらやらすね、迷いがないというか、徹底してやらす、それで三振してももうしょうがないみたいな、まあ、そんな感じだったんだけども、で岡本がショートゴロ、大城がまあ三振ということで、まあ、ここもノーアウトランナー一塁から、点にはならずということで、まあ膠着状態が続くんだよね。で5回を折り返し6回表、グリフィンのとこから始まる、先頭バッターで始まるところを5回で変えるんだよね。だからグリフィンは5回76球4安打6三振1四球1デッドボールの無失点ということで、本当にね、ちょっと荒れ気味だったんだけども、まあ、しっかり抑えたというね投球をしてくれた。で、まあ、中4日ということもあって6回先頭から始まるところをバッターピンチヒッター萩尾を使ってきた。でその関係で6回の裏、ピッチャーはグリフィンからケラーに変わるんだよね。でケラー、先頭バッター大山、左中間へのツーベース、ああここで動くかなと。でグリフィンを一番嫌がってたのが佐藤輝明で、その前にツーベースで出た佐藤輝明、これはやっぱグリフィンより速いピッチャーだけどケラーの方が全然いいというふうにおそらく考えてたと思うんだけども、ワンボールの後の高め、やや高めまっすぐをセンターフライ、ランナー進めることができなかったんだよね。でここで井上に代わって、前川ピンチヒッター、まあ、センターフライで梅野という、梅野がサードゴロでノーアウトランナーセカンドが点にはならずという、ここで佐藤輝明が進塁打を打ってくれてればっていうような場面ではあったけどもね、ここも岸田が非常にうまかったのはケラーがまっすぐを投げるに際してこう高めを要求するんだよね。でケラーのボールっていうのは155が平均ぐらいで来るんだけども、その高めに構えて高めで勝負させるんだよね。だから腕振れ腕振れってよく盛んにやってたけども、まあそこにこうなんていうのかな、阪神打線がハマっていったというか、まあ佐藤輝明もちょっとした力負けをしたというね、まあ残念な結果にはなったよね。でこのやっとゲームが動き出してきたなというこの大山のツーベースを見て、これが点にならなかったのが非常になんかこう気にかかって、で次の回7回高橋遥人もすごく冷静に投げてた。しかし初回2回ね3回、まあ、チャンスがありながらでまた6回チャンスがありながらというような、これだけチャンスがあるのに
点になってない、点をもらえてないっていうことがすごくなんかこう引っかかっていて、でこういう試合っていうのは普段の倍ぐらい、大げさに言ったら倍ぐらい疲れると思うんだよね。で7回に入った、まあ球数とすれば87球全部投げてね、7球で少ないかもわからないけども、精神的な負担っていうのは相当のものがあったと思うんだけども、7回先頭打者吉川、ワンボールツーストライクから外にまっすぐ投げた球をボール判定、まあ梅野はストライク、高橋遥人もやったということで、マウンドをこうバッターに背を向けようとしてたんだけど、えボールっていうようなことになって、またそこから勝負が始まってセンター前を打たれるという、まあね、昨日からあの審判のことでね、いろいろこうごちゃごちゃしてるけども、ただ全体的に見ると、その梅野がこうストライクって判断したところは、まあほとんどボールだったかなというような感じもするしね、これはもうちょっと演技で取ってもらおうかなっていうストライクを梅野がね、まあしたことが、まあ疑惑を呼ぶかもわからないけども、あれはボールというふうに思ってくれても多分いいと思います。ただこの回吉川に対してだけども、ちょっとボールの威力というか疲れというか、それはすごく、投球フォームとか躍動感ということを考えると、少しおとなしくなっちゃったかなっていう、疲れが来てんのかなっていうような感じがした。で岡本続いての、まあここはバントがない、最初落ちるボールで入ってインサイドに行くんだけども、追い込んでから一球ボールを見せといて外に落としたかったと思うんだけど、そのボールが甘くなって、まあ、打たれると、まあ、岡本がよく逃さなかったね。でノーアウト1・3塁を作る、でバッター大城、三振この日はね、あどうするんだろうと思ったらピンチヒッター坂本、いやーここはね賭けだったと思うんだよな。まあもちろん坂本っていうのはもうキャリアも長いし百戦錬磨で、こういう舞台はもう幾度となく経験もしてるし、で昨日みたいな散々な結果に終わったっていうことも幾度も経験してるんだよね。その経験値を阿部監督は買い、やっぱこのままで坂本を大阪から返すわけにいかない、で自分もやっぱ坂本が頼りなんだと、これからもこういう場面では絶対坂本っていうのは頼りにするんだという、なんかこう坂本と阿部監督の勝負があったような気がするよね、ここら辺は。まあそれに坂本が見事に応えるわけだけども、これは外のおそらくまっすぐだったと思うんだよね。それをこう手を伸ばして軽打をしていったんだけども、坂本の頭の中に昨日のキャッチャーも梅野で、昨日の配球を考えるとインサイドで打ち取ってんだよね。だから追い込んでから坂本はインサイドに絶対意識は結構な割合で持ってると、だから外はある程度こう打ち取れるんじゃないかっていうような感じで行ったんだけども、坂本の食らいつきの方がなんていうのかな、キャリアの方がって言った方がいいのかな、な上だったような気がするね。やっぱ大したもんだわ、やっぱ相当へこんでたと思うんだけども、まあ、ヒーローインタビューも聞いて、なんか僕だけなんかすごく暗い感じではいましたけどみたいなことも話してて、すごい責任を感じてたと思うんだよね。本当だったら連勝で帰ろうっていうふうにみんなで目論んでたことが自分の責任でダメだったというね、ことを強く受け止めてたと思うし、またそこら辺はいやいやこんなこともあるさみたいな、そんな軽い感じでは捉えてなかったと思うしね。だからその責任を少しこの打席で果たせたというね、やっぱ大した男だなと思うし、やっぱ使った阿部監督も度胸が座ってんなっていうふうに思ったね。だから非常にいい勝負を見せてもらったなというね。でこの 1・3塁の時に阪神ベンチはゲッツー体制取ってんだよね。だからもう1点は仕方ないと、しかし1点で収めろというような形の、坂本の時のノーアウト 1・3塁はゲッツー体制に持ってきてた。でヒットを打つことによって
ノーアウト1、2塁でモンテスのところでピンチヒッター増田、もう増田といえばもうここで打たすんだったらモンテス生かすよね。だからもうバントしかない、バントしかない場面、セカンドランナーは岡本、ファーストランナーは坂本ね、まあどちらかというと足がそんなに速くはない、まあ自分がセカンドランナーだったらってずいぶん思ったと思うけど、打席の中で増田がまあツーストライクからまあバント失敗してね、ツーストライクになるんだけども、そこからよくバントを決めたと思うよ。で決めて、まあいいバントで決めて送った。でワンアウト二三塁になった。しかしまあ岸田にスクイズっていうのも考えたと思うんだけども、やっぱ脚力の問題でちょっとやめたのかなっていう。でここでスクイズ仮に失敗してゲッツっていうことになると、やっぱ流れが悪くなる、流れを渡すようなことになる。そしたら一番最大の何を しなきゃいけないかっていうと、もう岸田にかけるしかないっていうような、まあ、感じはあったと思うんだよね。まあだけど三振という。で2アウト2、3塁、まあ、こっから、まあ、ピッチャーはね、あのモンテスのところで、石井に変わってんだよね。申し訳ないけどちょっと言い忘れたけども、で石井が、まあ、2アウト2、3塁までこぎつけた。で門脇、阪神ベンチはうんもすんも言わず申告敬遠で、次の萩尾と勝負に出るんだよね。2アウト満塁で、で巨人のベンチも萩尾に対して代打を送ってくるかなって、まあ、昨日長野まだ使ってないし、この時点で使ってくるかなと思ったらまだ使ってこない。萩尾とそのまま行くんだと思って、だけど石井の表情を見てるとやっぱ満塁が嫌だったんだろうね。まあ、満塁って、まあ、押し出しフォアボールもあるしデッドボールもあるし、やっぱストライクゾーンの中で勝負しなきゃいけないということで、まあ、非常にちょっと嫌な感じの顔をするんだよね。まあだけどもうやるしかない。そしたら変化球変化球でボールボールになるんだよ。そしたら次のボールはもう 100% もうまっすぐでストライクを取るしかない。スリーボールになったらもう勝負にならなくなってくるからね。だからもうまっすぐで行くしかない。だからその萩尾がそのまっすぐを狙ったんだけども、まあ打ち損じというか、まあセカンドフライということで、まあ、この回1点で終わる。いやこれよく1点でしのいだなと思ってね。次がまあケラーが投げてるわけだけども、ケラーがすごく良かった。まあ7回も三者凡退で、8回桐敷が行って三者凡退で、8回バルドナードね、中野のところぶつけて、まあ左対左、森下大山のところで変えてくるかなと思ったのも、バルドナードそのまま三者凡退。最後はゲラが9回に、まあ、阪神は投げるんだけども、まあ坂本がワンアウトからヒット、また増田が送って、ツーアウトランナーセカンド、岸田がセカンドゴロということで、さあ9回、まあ、大勢だよね。大勢持ってくる。でポンポンとツーアウト取って、バッター梅野のところで代打が糸原、ピッチャーゴロかなと思ったらグローブが間に合わずに右手で持っていったんだよね。それでちょっと 手を出して手に当たって弾かれるんだけども、まあ内野安打になる。でダイソー上田、ワンエンドワンから、まあ大勢の指がちょっと気にはなったんだけども、まあ投球練習しててまあそんな影響はないように見えたけども、やっぱあれ手出しちゃいかんなと思ってね、まあ見てたんだけども、まあそのままマウンド上にいて、まあ投げてるわけだけども、バッター木浪、ワンエンドワンから上田がスタート。やっぱここで度胸よく走らせる監督も監督だし、走った上田も大したもんだなと思って、まあセーフ、まあリクエストもあったけどもセーフになった。で木浪も俺よくバット止めたと思うよね、走らしてから打つという。で残りは1球しかない、追い込まれてるから、ワンエンド2、最後フォークで三振ということで、まあゲームセットだったんだけども、まあ対戦成績とか見ても昨日とか今日の試合を見ても
このチームは双璧だなっていうふうに感じました。でマジックが4になってる、まあ巨人の方が圧倒的に数字的には有利になったけども、やっぱ阪神もなんて言うんだろうな、優勝してもふさわしいようなチーム、これやっぱり巨人が今首位を走ってるけども、なんか対戦成績を見たりとかいろいろしてもどっちが優勝してもおかしくないような、もうチームに両チームともなってるなという、まあ、感じがしたし、甲子園という舞台がなんかこういうゲームを作らせたのかなっていうような感じがする。まあ、それはなぜかというと、例えば甲子園で学校応援とか言ってたら、それはもう当然学校の応援をするんだけども、あれだけの人間が集まってあれだけの応援が一体化できるっていう甲子園っていうのはやっぱすごい球場だなっていうふうに、まあ、改めて見てて思ったし、だから横綱相撲でがっちり四つに組んで、なんかこう最後はもうなんていうのかな、やっと寄り切ったっていうような、まあ、そんな試合だったけども、本当に今日は6本対6本、昨日はな確か7本対7本ね、1対0、昨日も1対0、まあ本当にね、しびれるゲームをね、見せてもらいました。勝負が分かれたのっていうのは、そうだな、やっぱ坂本かな、やっぱ坂本が、やっぱあそこで使われて、やっぱ食らいついていき、まあ、バットを短く持ったりだとか、いろんなことをしながら、昨日の屈辱を晴らすというね、いうこともあったし、まあこう裏返しで言えば、サトドルにね、1本出てれば、情勢は、まあ、全然変わってたしね、でもそこをやらせなかったというね、ことが、まあ、素晴らしかったなという。で、まあ、ジャイアンツの方から言えば、やっぱ坂本だし、やっぱ岸田というね、キャッチャーの存在、これもやっぱ見事だったなという、やっぱピッチャーによって全然違う配球をしてきたりだとか、裏をかいたりだとか、見事だったし、まあ、阪神の方で言えば、まあ、才木がね、まあ、素晴らしかったし、今日の高橋遥人、まあ、それを引き出してた梅ちゃんのリード、やっぱバッテリーが目立った、この2戦だったと思います。ね。まあ、行方はですね、マジック4になりました。ただ、まだね、まだまだちょっと、巨人は5連戦かな、なんかこの後、なんか残っていて、まあ、阪神はちょっと飛び飛びになってるんだよね。だからそこら辺の日程調整の中で、まあ、いいピッチャーを阪神の方は、なんかこう、つぎ込めるということも考えられるし、巨人は5連戦の中でどう戦っていくのかっていう、ちょっと阪神のピッチャーに抑え込まれた風があるんで、まあ、ここら辺バッティングっていうのはちょっと心配だけども、まあ、どういう風になるか、マジック4、ね、まだまだちょっと巨人が絶対優勝するとは言えないし、最後まで見届けたいと思います。